1839年11月3日、布告、ギュルハネ直霊直霊起草のイニシアティブを取ったムスタファ、レシトパシャギュルハネ直霊は、アブギュルメジと一世一家のオスマン帝国で、1839年に、外相、ムスタファレシトパシャによって起草され、スルタンによって発布された直タンジマートの基本方針を示し、その端緒となった。タンジマート直霊と呼ばれることもある。 第二次エジプトトルコ戦争の劣勢により、エジプト艦隊が、帝都イスタンブルに迫る中、ムハンマド・アリー問題でのオスマン帝国の立場を、好転させるべくヨーロッパを訪問していた、解明派官僚、ムスタファレシとパシャは、新しいスルタンとして、アブデュル・メジト一世が即位するという知らせを聞いて、急遽トルコに立ち戻り、西洋列強特に、イギリスとフランスにおけるリベラルな世論の支持を、 獲得することを基として、改革方針を、スルタンの新筆という形で寄贈した。そして、1839年11月3日、ムスタファレシとパシャはこれを、帝国内の文官、武官、裏マー、民間人代表、及び外国からの施設の前で読み上げた。読み上げた場所が、トップカップ宮殿の庭園だったので、ギルハネチョクレイと呼ばれている。 エジプト問題をめぐる列強の干渉を背景としていたため、帝国内キリスト教徒の人権擁護に重点が置かれた。それまで、オスマン帝国の人々は、ムスリムとズインミーという二分法に基づきムスリム優位下の不平等の下で共存していたが、オスマン帝国の君主たるスルタンによる、平等の扱いによくすべき対象は、イスラムの民と他の諸宗教の民であることを宣言した。 なお、本来この文書は、スルタンの発給する文書中、直例と訳しうる、フェルマンではなく、それより重要度の高い、ハトヒュマユーンの形式で発せられたものであり、自筆直例ないし、直書とすべきものである。150年来、オスマン帝国が、かつての繁栄を失い衰退しているのは、シャリアとスルタンの制定した、主事の法とが守られなかったからである。 良好な統治を行うため、今後新たな法が制定される。生命、名誉、財産の保障が重要であり、それらが保障されれば、人は国家、国民、祖国のために献身できる。国土防衛のために必要な軍隊を支える費用の、厳選が租税である。公正な徴税が必要であり、不正な徴税受けを異性は廃止される。 祖国主営のため兵役に就くのは民の義務だが、徴兵の方法も人口に応じ、期間も交代制を導入して4から5年とするなど、民の事情を考慮して改善される。以上のような新法の制定によって、力と繁栄と平穏と民の休養が得られる、はずである。公正な裁判の実施が必要であり、判決前の死刑は廃止される。名誉と自由な財産の保有と、 その相続が保障され、不法な財産没収は廃止される。帝国住民はすべて、ムスリムも非ムスリムにかかわらず、生命、名誉、財産が保障される。高等司法審議会の委員が増員され、参加する高官たちは、自由な発言を保障され、自由討議の後に定められた法が、スルタンによって採択され、発行される。シャリのは、 宗教と国家と国土と国民の再生のためのものゆえに、スルタンもこれに反しないことを誓う。すべてのものが法に従い、違反者を裁くべく刑法が制定される。官僚には十分な給与を支給するため、国土交配の大きな要因である賄賂は禁ずる。以上がその骨子である。これには、先代のスルタン、マフムと二世の改革によって、すでに実現しているものも含まれる。 スルタンの御意志が全面に出ているため必ずしも立憲思想に基づくものとは言えないがムスリム、非ムスリムにかかわらずすべての帝国臣民には法の下の平等が与えられることまた帝国は全臣民の生命、名誉、財産を保障することなどが繰り返し述べられているところにフランス人権宣言の影響を監視することができるまた裁判の公開やスルタン自身も 法に違反しないことを宣言するなど、スルタンの権力の上に、法の力が存在することを認めている点などでも、画期的な意味を持っていた。ただし、法を指し示すごとして、シャリーヤとカールーンを注意深く使い分けるなど、シャリーヤを専門とするウラマーや保守八式人からの、反発や疑念を和らげる気遣いを示している。以後、タンジマートと呼ばれる西岡改革が、 本格的に指導する。新規の法の立案や検討は、新しく設置された最高者法審議会議や、その下部機関でなされることとなったが、西ヨーロッパの近代法とシャリーアの均衡問題は、炭マートキを通じて、常に重大な緊張関係をはらむこととなった。現在のギュルハネ公演、現在のギュルハネ公演、ありがとうございます。